はい、どうも皆さん、こんにちは。ロータスでーす。りょうでーす。のでです。はい、お願いします。今回なんですけど、周り見てもらうとわかるんですが、まあ、モブがちょっとたくさん現れておりまして、そう、モブで、ちょっとね、よく見てもらうとわかるんですけど、目がちょっとね、赤いんですよ。嘘、真っ暗やけどな。真っ青やけどな。光のない真っ黒の人。マジ開いてない顔。死んだ真っ青な人見せる。でで、で、待って。リソースパック、みんな入ってるんやな。うん。うん。大丈夫。続けて。大丈夫です。大丈夫。ちょっと待ってな。一瞬抜けて。リロードする。やばい。手間取らしてる。たまんで。ここまで来たら本当のこと言えへんな。嘘やったんかもやろ。ちょっとさ、ディスコにさ、うん、ディスコードにちょっと写真今貼ったからさ、こんな感じにはなってない、うん、あ、なってるよ。あ、なってるよ。全然なってるよ。全然なってるよ。ほんとか。進めようよ。進めよう。あなたが、あなたの視点も使うんですけど。ちゃんと視点見たら解決すると思う。うん、オッケー、オッケー。あ、そういうことかって編集しながら笑ってくれよ。ちょっと今日、有効モブが有効じゃありません。というのも、この世界にいるモブすべて我々の敵対モブとなってます。で、我々が今これクリエイティブになってるから襲われないんですけど、サバイバルにすると、こいつら全員襲ってきます。で、その中で、まあ今日何するかっていうと、ダイヤ10個。好きやね、ダイヤ。金目のものが大きくやね。ほんとこのモブたちから、モブたちの攻撃を避けつつ、ダイヤ10個達成したらゲーム終了っていうことで、なるほど、やっていきましょう。待ってて、これはいいですか、うん、先生。はい、これは協力ですか、それとも各々の10個先に誰が見つけるかみたいな、どっちですか。今回は協力です。あー、ここは有効モブやね。ここはね、そう、ここはちゃんと有効モブということで、じゃあちょっとあっちのコマンドブロックをね、ポチッと押すとサバイバルになるんで、いきます。ゲーム、あれ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 、ゲームスタート。はい、で終わったんですよ。はい、止まった。サバイバルになってる2人。なってない。サバイバルしてもらっていい？指導指導ですか？あれなってるあれ、じゃあ俺だけ。あれスクリーンショット落ちちゃったやん。もう協力とか言いつつ、もうなんか、やばい、いると、君らと巡り合えへん気がしてる、俺は。やばい、俺の後ろやばい。全部タゲ取ってもらったから。なるほどな。やばいやばい。君、ここ。君たちどこ行ったの？スクリーンに見れたわ。死んだ。あ、もう死んだ。さすがないのよ。です。ですもらうの。あれ、あなたどこ行かれました？まあ、平原は死ぬ気がしている。ちゃんと山登るようなこいつやね。なるほどね。大きいやるぞ。これ鉄あったから、もう大きい取って、鉄取って、機械行こう。あ、今、湧いた音がした。湧いてんな。湧いてる。ボロッつったら終わるか、これ。あれ？りょうさん。うん。あれ？あっ、あっ、あっ、よしよしよし。不正の。手がちょっと今、発覚。下にサバイバルモードって見えたから、なったと思ったら俺じゃなかった。それは下げ取られへんな、あれ。そりゃ、そりゃそうや。俺だけ全部敵対するわけやわ。焦っても、追いつかれるなぁ。ああ、なるほどね。パルーパーに殺害されてる。どこかな、待って、なんか、周りで何か生まれた気がした。んなんか2回やばい、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 コウモリいるのは辛い。20分ぐらいで地下に潜り始めたきてるか。うん。20分でも遅い説があるけど。俺はこれどこにリスしたか。体力回復する術がないんだよ。りょうさん多分俺近いと思うけど、初期値ある多分。多分。俺なかなかハードモードや。ちょっと待て、ちょっと待て。俺今。ルパンさんにやばし。やばい。どうするかな。ルパン、ルパンにリスキルされてる。あはー。そうだよ、整える暇がない。いや、ほんとにそれ。痛い。早い、ルパン、ルパン。いけねえな。
もう最悪よ、ほんま。ありえへんわ、マジで。どうした送迎がよ。目の前で湧き合って、マジでありえへんって、不愉快。不愉快です。取りに行ける。うん。は？おい、このウーパールーパーどこに湧いても言うぐらい。たどり着けたら。待って、ウーパールーパーに文句言ってるやついるぞ。やば、もうこっちか。ああ、ね、動けなくなっちゃった。これね、水の上ですよ、正解は。あ、そこね、なんかいた。水の上行ったらね、うん、これない。あ、ほんまに、うん、だから俺、水の、湧いたとしても流れてくから、うん、水の上に、ちょっと、開発を遅くなってる。オッケー、俺今ついてってる。いや、これ夜になるのもっとやばい気がするんだけど。これ、体力回復する術なんで、結構きつくね。自動回復やっていいけど。え、でも逃げるからもう無理じゃない、うん、豚とか普通に倒したらちゃんと豚肉は落とす。余裕ある？その一応聞くけど、その余裕ある？ない。俺も今一個範囲してる。あ、終わった。大丈夫か？無理です。え、ちょっとあ、ラッカダメージ死ぬ。ここに、あ、死ぬ。ここにシェルター、シェルター作った。タペってなんかどうするんだっけ。なんで盾鉄が必要だ。あ、持つ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 。これ石のピッケル落としたどっか。鉄2個も落ちてる。マジ。あー、ゾンビと豚に囲まれた。ほら殺してるから、無理や。ちなみにゲームの難易度的には何これ。ゲームの難易度、うん、これハードコアの上やね。そういう物差しで測れへんレベルか。あ、やっぱ俺同じ落下死って一番悲しいです。当面の目標は何ですか？当面の目標ですか？はい。まず食料確保じゃない。何の確保？食料確保じゃない。確保か。やば。ちなみに俺がいるところ。上に生活をしてる感じ。上で湧いたやつが川下ってくるの。地獄になってる。えぐい。おい、えぐいぞ、川の下。わ、ニートの AR。ちょっと入れて。オッケーオッケー。入れてよ！はいはいはい。入れてー！危ない危ない。危ない危ない。あ、ごめん。ごめんごめんごめん。これ取れる。はい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 。仲間でするやつ？これ、石ピッケルと、石ピッケルと。うぃやマジか、そんな。これ、しかも、もうさ、アイテム爆発で全露しちゃうこれ。ほんとな。コウモリ爆発するって聞いてないんですけど。俺も聞いてない。あ、これからニワトリ降ってきたな。あ、あ、あ、これあれじゃない？何？あの、なんだっけ、あの、地下掘ってく、なんとかマイニング。クランチマイニング？うん。リスの真下でクランチマイニングじゃない？でもこれいつまでピッケルがないとブライティングマイニングすらできないから、あのピッケル回収せんと、うん、夜長くな。俺の知ってる夜より長いんだけど。この牛はめようぜ。どこにはめるんだこいつを。はめれる場所ない。やばい。ない。やばい。やばい。いけるな。羊に殺害されたってログ。コンリーザーお目にかかれ。リスラも安心して掘れねえよ。うわうわうん、何個か持ってきた。無理よ、持ってきたで。お前死んでんだろ。もういいや、もうリスの周りで木掘ってなんか死んでもすぐ取れるのか。早いわ。それがいいよ。うんうん、ここの真下から台の階段を作っていきます。はい。なんかテーブル台か作った。うん、作る。あ、死ぬ。作って死んで。ちょっと、この猫ちゃん。猫ちゃんは可愛いからいいや。猫ちゃん。いや。あ、お下げ変わったって。え、えぐい音。一生割れていたりする後ろに。作業台、作業台ここに。置いとくね。おっけ。おっけ、土産や。いや。会話でする。いや、もろいな、これ結構、今も。触ったけど、こいつら弱え。弱いな、弱い。弱いんや、なんやゴミが。ビラ下がって。アホなんや。
2回で死ぬパンチ。剣とかいらねえ多分ゾンビ以外には。豚肉あげる、豚肉あげる。豚勝てえぞ。ハート1個。ゾンビ、いや、俺そこで生まれるし。オッケー。あ、俺も、初期値周りに豚肉落ちると思う。無限のリソース。待って、これゾンビがやばい、ゾンビがやばい、ゾンビは普通に強い。ゾンビやばい。これゾンビ3人に追われてる俺。もう、終わりや。りょうさん、石ピッキリ持ってたっけ？あ、持ってないけど。とりあえずパンチを打ってみましょう。で、ヘッドカット、それは、リスマーに。ちょっと今、あれじゃない落ち着きゾーンじゃない。ちょっとこの間に体勢整えたいな。キツネいるぞ。なんかこいつ、優しい。あ、ごめんなさい。うわ、爆発。ちょっと建築下手なやつ。なんか羊毛増えてたぜ。俺、負けてたのに羊毛増えてたぜ。ごめんごめんごめん。邪魔したやつがおるってこと？裏切り者？裏切り者？人狼いるもんしかして。誰かピッケル、石ピッケル巡ってください。うん。お腹で作れるぞ。お腹減ってない人いる？うん。死んだばっかなんで。あっ、すいません。ちょっと鉄取ってくるわ。嫌な音した鉄取ってるだけ。怖っ。ああ、帰り道、帰り道が、もう洞窟だ。帰り道がマジキショいったよ、お前。爆死タイミング、マジゴミやろ、見てるやろ、それ。どこにいるかを。階段のとこ、先のところにチェストとかまど作った。オッケー。ちゃんと取ってきて、肉焼く方がいいかじゃ、一応。買うかわかんないけど。あ、チェストどこっつったっけ？あと。あった？チェストの中に鉄を入れておくわ。オッケー。とりあえず2個。で、湧いたんやけど。道具湧くのやばすぎ！終わった！ 1。脅せんかったのに、今しかも。広いスペースに行った瞬間に待ってましたっつって湧いたわ。もうこの時はちょっと恐怖やな。恐怖やな。あ、怖い。下から潜っていく作戦以外にあるかもしれん。鉄あった。どうした？鉄あった、鉄あった。あと持って帰れたら。シャ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 8個加工です。ナイス。これ10個あるからピッケル3つ作れる。ナイスです。入るんだ。え、いっぱいいる。上下です。下やっぱ、やっぱ。あ、すごい。なんか近くの爆発した。一旦ね。あとは持って帰れるかの話が始まった。あー、やっとそこだ。いっぱいいるね、敵。こっからペダッチで求むかもしれん、これ。マジ？7、4、5、6、だね。生まれたとこにもいっぱいいるわ。もうなんか生きることを歓迎されてない。ははは。痛いなぁ。あ、やっぱ。やった。やばいかも。アイテムが？うん。爆風で消えたかもしれん。うわ。消えてそう、マジで嫌だ。頼む。ないの。消えた？消えたかも。じゃあ、俺、これで落ちるわ。なえた。なえるわ、これ。痛い痛い、なに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 。なになになに、ウーパールーパーか。お前にはそれは勝てん。すべて失った男。慰め合おうや。ちょっと水取ってくる。俺、コラ飲もう。
やべ、もう11時だ。終わり見えてきたな。ところで、鉄ピッケル誰が持ってんの？俺持ってない。持ってないよ。そういうことで、ちなみに。そういうこと、ね、鉄ピッケルもたどり着いてない。ダイヤ10個持ってて、鉄3つすら手に入れてないっていう、この現実をどう見せようか。これ、羊倒してもさ、あろってんよな、羊毛、うん。鉄どこだ？え、ほんまに羊毛出たくない？出てる？うん。ベッド作ってさ、うん。あ、出てるな。ベッド作りたいな。うん。安全なところでリスポーンしたいな、これ。うん。もっとなんかダイヤに近いところにたどり着いたタイミングで、そこに拠点作って。確かに。鉄久しぶり。4です。OK です。鉄10個やったっけ？ちゃうか。違うかもしれん。切れへんだけやな。うん、合ってるかもしれん。そうそうそう。うわあ！大丈夫かな。俺はこっから降りれへん。高さ積み上げたところからもう降りれへんかし。マジ死にたくない。マジで来んな。今、鉄いっぱい持ってんね、俺。離れろ。この辺、どの辺？初期値？初期値の山登ったとこ。オッケー。ちょっと回復したらじゃあ行くわ。回復しよう、一回。ありがとう、今まで。ああ、しかも暗くなってきた。もう嫌だ。全力ダッシュ、ちょっとしてみようかな。いなくなったら、ちょっと、その時は、みんなで、笑って見送ってくる。せやな。締めっぽいのは嫌やから、うん。あ、沈没船。沈没船見つけた。これでかいんちゃう？やばい。やばい、やばい、やばい。そんなん聞いてない。この雪山、シートマン。どうした？やばい。やばい。やばい。めっちゃ寒いよう状態になってる、今。ああ、そういうことね。迷子や。まずい。一番まずい状態。それはまずい。はい。まだ香港じゃないから、なんとなく分かってる気はするけど。なんか。しかも通ったことない道通ってるから怖いな。友達にディスられた俺。どうしたどうした。お、帰ってきたんじゃないこれ。俺はもう大きなをもたらした革命を。お、マジで。うん。はい、帰宅しました。鉄24個お届けです。ベッドも3つできました。ナイス。まず僕と亮さん頑張っていただいた社長は何を？俺今、沈没船あさってる。お、っていうことはすごい成果を持って帰ってくる。持って帰りたいねんけど、ちょっと、邪魔が。弱気な発言は聞きたくないんです。おー、ランチマイニングしてんね。これもう行った道もういらんよな。行かへんよな、そこに。行った道の先はマグマです。オッケー。でもベッド行っちゃうね。うん。敵は可変ような細い道のとこに、ちょっと、それぞれ置いとくんで。はい。ありがとう。あえて3マス上げてる感じ？真ん中。うん。2マスじゃなかったっけ？ダイヤやったらなんか、2マスぐらい固まってそうじゃない？ああ、なるほどね。深い、戦略の上の。そうです。ちょうど右方向。あ、この沈没船マジ何もないやつ。ふざけんなよ。いっぱいある。ということは、体調は、ニート。俺の頑張りが。よいしょ。あ、死んだ。体調。もう、溶岩だった。いや、でも、
エンチャントされた釣り竿を見つけたから、ああいいものが取れるのではないだろうか。一言で言うとあれやね、非効率。ちなみに何のエンチャントやろそれ。宝釣りさん。ちゃんとしてるの。言うだけのことある。宝釣りさんであれとってよ、いけるに、うん、なんかダイヤの数増やすやつ。いやそう、幸運さん。そうそうそう、そのあたりちょっと狙おうと思う。そこ狙いにくいの結構。頑張る。よし、ダイヤのダの字もないぐらい今しけてんな。マジ、うん、全然ない。全然ない。生だら。こちらが泥だらけになりながら作業してるだけ。タイツとんと。本当にこれ宝釣りか？宝釣り2じゃねえか。マグマがあるだけの広間やった。最悪や。近くに何もなかった。カフェ。マグマの溜まり場があるだけ。なるほど。俺も洞窟行くか。鉄ピー置いたりし、うん、じゃあ鉄ピーじゃない、鉄置いたりし、チェストこと持ってきてほしい感はあるかも。マジでいい？持ってったら、もう下にベッド置いたし、そっちで、ああ。動いていくんやったら。とこと持っていくわ、じゃあ。りょうさん。ん？こっち来て。あ。走れへんくなってないそれ。見て。あ、こんなことに。見過ごしてんだよね。うん。はい、これあげる、これもあげるわ。行く。もうピッキルがねえよ。ピッキルもない。ピッキル持ってきてくれるから大丈夫。あ、持ってきて。やってる今。俺も鉄にいるからまた。社長増やすやつ。何のことだろう。あれいっぱい繋がってろ。おお、ナイス。おお、ナイス。おお、でかいでかいでかい。なんだあっち。おお、あと一塊でいいんじゃないこれ。一塊でいいな。周り探そうぜこれ。何個拾ったそれ。あれ俺持ってっちゃったな。半分ぐらい持ってった。はい、3ある3ある。で5。鉄ピアいるか。8だ、あと2だ。いける。鉄ピアあげる。あ？ん？こちらに松明を。なんでこちら？じゃあ、こっちか。あれなんか。多分。あ！ちょうど2個ほどや。みんなで感動味わったな今。達成。ちゃんとこちらに。テストご用意しております。後半こそ音しか聞いてへんけど動物たちの。1個拾った。え、1個もらった。あ、1個持ってる俺。あ、入れます。わー、はーい、さすがだ。何したの、ちなみに社長。これ上でピッケル提供してタイマスで場所見つけた。俺上で魚釣ってたわけになってた。やっぱちゃんと社長ってそういうもんだよ。はい、ということで今回なんですけども、ダイヤ10個ですね。日の出さんとりょうさんが無事見つけてきてくれました。のくせにちゃんと持ってんの自分ないの。いや、ほんまの会社やなこれ。社長がいいとこだってさ、私の成果ですみたいな顔して。私は縁の下の力持ちで
魚釣りしてました一旦クビにした方がいいかも社長交代、うん、チェンジでチェンジチェンジでということで今回ですね、モブが有効モブが襲ってくる世界で、ダイヤ10個ですね集めたんですけど、また次回もこういった、データバッグ使ったね企画もやっていこうかなと思いますので、この動画が面白かったという方、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。やばコウモリコウモリちょっとやばすぎはい、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。またねー、さよなら。またねー。